はい、東川です。新聞社のぶっ壊し方っていう話をしたいと思います。何も不買運動をするとか、そういったことではなくて、もっと簡単なことです。もし新聞を見て、こんなに広告がいっぱいあるのかっていうところが分かれば、一発できる方法があるんですけども、結構これが一枚岩ではいかないということなんですが、昨今、日本郵政グループの不祥事が連日報道されています。そこで、 日本郵政の株主の方であれば株主総会でこう問題定義してみてください。第三子郵便の取り扱いいっっててどうなっていますかと株主総会で聞くんです。本来第三種郵便というのは新聞紙面に対して半分以上あってはならないというようなところになっているんですがそれを守っていない新聞社というのがたくさんあるわけなんです。例えばあの慰安婦を捏造したというあの新聞慰安婦 日本が悪いと言ったような日本を貶としめるような新聞社北海道では真っ赤っ赤な新聞と言われてるあの新聞社愛知県や東京で日本を貶としめるあの新聞社ということでいろいろありますねということで新聞社でとんでもないことを書いてるのがあれば第三週流便どうなっていますかと。 具体的な社名出していいと思いますけども北海道のあの新聞社東京のあの新聞社神奈川のあの新聞社あ言っちゃったというところもあるんですけども東京都中央区築地にあるあの新聞社と言ってもいいかもしれませんけどもあとはいろいろありますねその新聞社第三者郵便っていうのをきちんと運用守られてますかと日本郵政の収益っていうところでいくと 我々株主に対してきちんととと利益いいいいうものを持たさななけければいけないと思います。第三種郵便がきちんとできていないのであればその取り消すっていうことをしないんであれば株主の権利が本当に著しくどうなんでしょうかっていうことで聞くっていうのも方法かと思いますなので第三種郵便を取り消してくださいということを言うっていうことは新聞社にとって打撃になることなんです第三種郵便が取り消されると 報道の中で一番困るのが、選挙報道ができなくなるということなんです。公職選挙法に基づく選挙報道ができなくなる。第三子郵便が取られているということが条件になりますので、新聞社に対して第三子郵便をきちんと運用させるという意味でいくと、日本郵政の株主になり、日本郵便の事業の中で第三子郵便の運用がきちんとなされているか、 ととということをきちんと問題提起するってことが大事なんです。ということで今回は日本郵便の第三種郵便その方法としては日本郵政の株主になって株主総会に行ってみて質問をするというのも一つ方法なのかなというところで今回このような動画を上げさせてもらいました。